陸遊陸遊家庭2年12月29日は、南宋の政治家、詩人。字は、つとむかん。合派法王。通常は、陸っぱなし沖縄の名で呼ばれる。越州三院県の出身。南宋の代表的詩人で、半盛代、有望、妖万里と共に、南宋次第家の一人。特に、半盛代とは、半陸と変称された。 現存する詩は約9200詩を数える。中国の大詩人の中に最も多作である。その詩風には愛国的な詩と官的な日々を演じた詩の二つの側面がある。強硬な大金主戦論者であり、それを直言するので感慨では不遇であったが、そのことが独特の詩風を生んだ。同年代の新ステルシスと共に愛国詩人として広く知られている。 福建省、根井徳市にある陸友の曾祖父は陸伝。父の陸修が家族と共に、転勤のためワイガを移動している途中、船の中で生まれた。その後、父が慶、西寺天雲福祉に赴任するが、翌年金の侵攻を受ける直前に面会された、おかげで難を逃れ、故郷に無事たどり着いた。このような境遇の中、父がその友人たちと共に論じた。 主戦論を聞いて育ち、強い愛国心と大金強行論を持つに至った。20歳になり、唐と結婚し、仲むつまじく暮らしたが、陸ルの母は二人が結婚してから不幸が続く、ことから占い師に相談した。占い師は、陸ルと、唐がこのままいたら、不幸が続くとして、離婚を進めた。母も、唐が子供を産まないこともあって、占い師の意見に従い、 二人を離婚させた。後にそれぞれ互いに、他の相手と再婚し、陳炎という庭園を散歩中に偶然再会する。そこで交わした、詩、かんざし頭大鳥は有名である。陸優の塔への思いは、後年折に触れ彼女のことを追憶する詩を作るほど、深いものがあった。二十九歳の時、過去の第一段階の会見に、主席で合格したが、これが、 運悪く権力者、深海の孫である旗を差し置いたことになり、中央試験である正味において、横槍で不合格にされるという妨害を受けた。これにより、過去に求大するための資格を奪われ、エリートとしての出世の道を閉ざされた。しかし陸友は、旗には、遺婚はなく、後年陸友が生徒に赴任する道中、健康に陰性していた旗の邸宅を訪れている。 旗も滞在中の陸友一行を厚く、もてなしたらしく、陸友の家族に病人が出たとき、医師を呼んだり薬を届けたりしている。昭光28年に、新海が亡くなると、34歳の時復讐ねいとく、剣主母として、初めて出資する。2年後、中央に呼ばれて、文章を扱う役職につき、構想が即位すると直々に、紳士の資格を賜った。 近領内の民衆に決起を促す、機密文書などの起草を担当したが、長春の北伐が失敗して講和派が力を盛り返すと、普段の積極的な発言が、あだとなって地方に転出させられた。流行普通犯となった後、長春の強行論を支持していたために面刊となり、故郷の近くく散々に教を構え、4年近く田舎で暮らすことになった。 剣道6年、周通版に任命されたので、認知に赴くため5ヶ月かけて、長江を遡った。その時の気候文が、入植期である。具誠文が、最小になり、政府中央で、主戦論が高まると、四戦戦武士となった、応援に招かれて、配下となる。陸友は張り切って偵察などの任務を勢力的に、行うが、中央で、 また、高和論が強まったため応援は中央に呼び戻され、陸友は、職衆通販、下収入基盤を転々とすることになった。四川世おけしの反盛大の部下となり、身分の差を超えて親しく、歌を交わすなど交流したが、そのことを含め、普段の態度が、周囲から放らに過ぎると非難され辞職する。この時合法を落とし、生徒の地で偶居した。厚し五年。 陸友は高層に召喚されるが、中央で徴用されることはなく、結局地方勤務のひさげギョツ茶寺奥寺に任命されて、県内に赴任する。翌年、武州に同じ職で転任すると、大規模な洪水が起こった。陸友は、自分の一存によって、勧誘米を使い、住民の救済に当てたが、その責任を追求されて、免職となり、郷里に帰った。 それ以後は2回の任官期間を除いて20年近くを本格的に陰性して生活することになった。現存している陸友の死はこの期間のものがほとんどを占める。厚し広し13年、厳州知州として赴任した。この期間中に県南志向20館を観光した。任期を終えると中央での職人任じられた。 構想としてはゆくゆくは陸遊を重要なポストに付けるつもりであったらしいが構想が構想に上位するとやはり平勢からの主戦論の直言などが災いして風月をあざけりえしたというよくわからない理由で罷免されたこの時ショーを風月剣と名付けた後根イ・タカ時期にカン・下部との推薦によって出資し実録員同、オサム戦同、オサム国士となり 構想実録構想実録を編纂した。冠カブトの人気取り的な主戦論に利用されたとは、いえ、推挙されていたことは批判のもととなった。故郷では、成功うどくの日々を送った。酒屋で大勢と酒を組み交わしたり、豊富な知識を活かして薬を作って与えるなど、近隣の庶民と分け隔てなく付き合い、誓われていた。念願の中原回復は叶わぬながらも、 素朴で安逸な生活を送り、86歳でよう、去った。息子は7人いた。陸友は、施策について、厚生支派に属する、肥育に支持していたので、若い頃の私風は天候を多用し、習字を凝らしたものであった。食地方での不妊時代には、自然の中で暮らすようになり、また一向に進展しない対金国情勢もあって、単なる習字主義を離れた。 奇遇壮大かつ、遊紛の情を込めた、上絶な死風となった。そして本格的に故郷で生活するようになると、愛国、幽国の志を鋭じることを忘れることはなかったが、繊細な感覚によって、生活の中の機微を題材にした死を作り、多くの死を残した。死去現地万事空正しひふみ九州道を敷き立て、中原冷え彩無忘れ告げ大王。 ありがとうございます。